演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらファミリーマートの宇治抹茶クリームドラを食べたいと思います。この前のモンブランドだといい。どうしてこうファミリーマートオムレツみたいな形に頼むんだ。やっぱり頼みたい。どう見ても本気ではないです。まあ和風なのでまだどら焼きの要素も強いかもしれません。で、白玉と小豆も乗っていて、ほんと和風パフェみたいな、和風パンケーキみたいな感じです。ではいただきます。美味しいんですけど、やっぱりこの形にどら焼きというのでしょうか。やっぱりどら焼きとは違うかな。でも白玉と小豆の食感があって、抹茶クリームもしっかり抹茶の味が感じられて美味しいです。どら焼きとはちょっと違いますが、これはこれで美味しいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。次はぜひどら焼きの形にサンドしてほしいですね。ではサングラス神経繊維炎かな。視線手も神経繊維炎の視線をサングラスで必死に隠しているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。